ホンダが電撃所属発表ジェジュン設立事務所 INKODE とはグループにはハイブオーディション出身者もモデルプレスイコール2024年9月13日元 AKB48 のホンダヒが新人ガールズグループ Say My Name Say My Name に所属することが決定 JAEJOONG, ジェジュンが設立したマネジメント会社 INKODE エンターテインメントより10月にデビューする。写真、再デビューの本田瞳、最新ビジュアル、ジェジュン設立事務所 INKODE とは ?INKODE は、ジェジュンが2023年に設立を発表した芸能マネジメント会社。 ジェジュンは INKODE のアーティストであり、CSO、チーフストラテジーオフィサー、最高戦略責任者、として本人の活動だけでなく、新人アーティストのプロデュースも手掛けている。ジェジュンと共に INKODE を立ち上げたのヒョンテ氏は、マイキューブエンターテインメント副代表で、過去に SM エンターテインメントでマネージャーを務めていた。 ジェジュンは INKODE の設立発表時、皆さんのそばにいつも一緒にいた身近な姿と、成長して進化するアーティストとしての私をはじめ、これからは制作者としての多様な姿もお見せする予定なので温かく見守っていただければと思いますと挨拶文を SNS に投稿した。INKODE は、 K-POP アーティストの労働問題や契約問題をはじめとした音楽業界に蔓延する様々な課題に向き合い、アーティストとファンが共に幸せになることを目標に掲げている。デビューしてからの20年間、様々な経験をしながらもなおアーティスト、タレントとして走り続けてきた JAEJOONG だからこそ、 CSO という立場から K-POP アーティストと事務所が抱える問題の解決に自ら取り組みたいという熱い思いで INKODE を立ち上げたという。ウヨウウ役、人気子役も所属。現在 INKODE には、ドラマ、ウヨウウ弁護士は天才肌で主人公ウヨウウの幼少期時代を演じた注目の子役をジュールも在籍。他、 俳優のチョン・シヒョン、ソン・ジュウ、ソン・ウジュラが所属している。また昨年、2023INKODE グローバルオーディションを実施し、ジェジュン自らオーディションを開催して精力的に新しい人材の発掘や育成に携わってきた。2024年6月には、日本法人となる株式会社 INKODE ジャパンを設立。 INKODE からデビューするアーティストやタレントの日本でのマネジメントや、プロモーション展開、その他に日韓をつなぐ架け橋となるような新たなエンターテインメント事業を展開していくとした。Say My Name には3人のオーディション番組経験者。INKODE 初となるガールズグループ、Say My Name は、ホンダのほか DOHEE、土 KANNY, カニーメイメイ ,JUNHWI, ジュニソアソハ ,SEUNGJOO, スンジュ、と、韓国、日本、タイ出身メンバーで構成。特に、SEUNGJOO は2021年放送のサバイバルオーディションプログラム、放課後ときめきに出演。 名はハイブとユニバーサルミュージックグループの合弁法人である、ハイブ×ゲッフェンレコーズが開催したオーディション番組、ザデビュー・ドリームアカデミーに出演。プロデュース48に出演したホンダを含めると、3人がオーディションプログラム出身で注目を集めている。セイマイネームは8月末より、 最初のメンバーである d o h e を皮切りにデビュートレーラー映像を公開。10月のデビューに向け期待が高まっている。モデルプレス編集部。